枯山水庭園南州寺は、大阪府堺市堺区にある臨済州大徳寺派の寺院で、三好市の母大寺。茶人の竹の女王、千里宮が修行をした園の寺であり、堺の町州文化の発展に寄与した寺院である。古田織部作と伝わる枯山水庭園は、国の名称に指定されている。大英6年8月に、古学総工が堺南荘にあったよう、 南州庵と名付けた。総公はこのよう、奉仕のつて安周期に継がせたが、早期が創生したため、もう一人の奉仕だった、大林総統が南州庵三代目となった。工事三年当時、機内随一の実力者に上り詰めた、河内国井森山、上主三好長慶が、非合の死を遂げた父、三好元長の母台を弔うべく、大林総統に解散を依頼し、 南州案をもとにして南州寺を創建した。創建当時は堺市宿院町付近にあったと伝える。南州寺が落成したのは宋当の死後、奨励衆が二代目の十字を務めていた時代で、三号の達沖さんを名付けたのもそうである。さらに、元亀四年には足利義明により実説とされた。天正二年の松永久秀の陛下で焼け、 三好これ長を祀っていた三好神廟から八寸の王金像が略奪されている。慶長20年の大阪夏の陣では、豊臣方の王の春房による堺の焼き討ちで死骸と共に消失したが、その後、玄奈五年に当時の住職であった拓安双方によって、現在の場所に移されて再興された。現存する仏殿、三門などは拓安の没後。 17世紀半ばに整備されたものである。太平洋戦争中の1945年7月10日に行われた第6回大阪大空襲で、解散道、北条栗、茶室、実相案、東照宮などを失ったが、境内は江戸時代の全州寺院の雰囲気を今も留めている。大阪夏の陣において、徳川家康が後藤またべに、 槍で刺されて落命したという伝説があり、密かに家康をお祭りしたとされている。境内には臨在州東福寺派の寺院である、かげがある。かつて一時期だけ、当時の達中であった名残で、現在もこの地にある。当時には徳川家康の墓とされるものが海山堂の跡地にある。当時に伝わる南州寺市には大阪夏の陣で、 真田信のの攻撃を受けて敗れた徳川家康は、籠に乗って逃げる途中で、後藤又兵衛に見つかり、その槍で疲れて辛くも、堺まで落ち延びるも、籠を開けるとすでに事切れていた。ひとまず意外を、当時の解散堂のもとに隠し、後に改装したとの話がある。しかし、史実では、大阪夏の陣の前哨戦で、堺はすでに、王の春房によって焼き払われており、 当時の境には、当時も焼かれてしまってなかったとされる。また、またべは家康にまみえたとされる日の前日に、同名寺の戦いで打ち死にしている。墓標近くには、山岡哲周筆と伝わる、この無名刀を家康の墓と認めるとの碑文が残っている。当時にはかつて東照宮があったが、新しく作られた、現在の徳川家康の墓は、水戸徳川家家家の末裔。 三木慶次郎が1967年に東照宮本殿の後に建てたものである。秘跡の名には東照宮、徳川家康ぼとある。ありがとうございます。